クマです。福です。二人合わせてロノクマです。それぞれのゲームリンクは動画説明欄にあるのでぜひチェックしてください。お願いします。お願いします。じゃあ次使うのは、はい、AKS-74U おデスモですね。いいね。まあ射程が47とちょっと短いんだけど、まあポイントマンにしては高い攻撃力と、あとは M4 みたいな集団かな。マーク2、マーク4。うんうんうん。だから結構昔は人気あったね。昔はね。うん。昔は防御貫通も高かったから、ああ。もう世界大会とかでもよく使われてたけど。調整入ったんだ。調整入っちゃったね。強そう。まあでもたまにはでも使ってる人も見かけるから。いるね。うん。そんな AKS を使っていこうと思います。はい。適当プレイしちゃった。地下ワン。おいよ。手榴弾。一番崩壊。全滅。すごい強い強い。作戦は失敗だ。強いっすね。本部に聞く。今の俺のプレイが何だった？鹿抜けはなし。おいって。すまん。はあ。強。敵を全滅させた。強い。作戦は成功だ。本部に帰還せよ。さあポイントマンらしく突っ込んできましょうか。敵を全滅させた。強。作戦は成功だ。本部に帰還せよ。ご苦労だ。近い行きます。はい。ナイス。ワイン多いかも。強っ。爆弾が設置された。全滅した。作戦は失敗だ。本部に帰還せよ。レベルが高いっすね。なんか高いね。手榴弾を使うぞ。手榴弾を使うぞ。ああ強いね。猫。猫ワン。いや。前方に敵だ。
前方に敵だ。強っ。あ、敵が超強いっすね。強いね。手榴弾投擲。しかやり。あいつ？サイマン。書斎からワインの方向行った。ワイン2だね。ワイン死ぬぞ。ほっといたら、ね、ミス。さすがにもう抜けてんじゃねえか。爆弾が設置された。2番撃たれてる。味方が全滅した。これは強いね。2戦とも強い相手に当たってしまってるね。うんうんうん。厳しいですね。それは地下から這い上がろうか。前方に手榴弾。おい、猫ワン。クリア。手榴弾投擲。痛い。敵を発見した。さあ、2対2の状況どうだ。なんかちょっとあれだね。あ、でも1番入れてる。素晴らしい。これは C4 運びたいが、おっと C4 持たず戻る。これはきつい。残り13秒。全滅した。きついね。作戦は失敗だ。本部に帰還せよ。ちょっともたついちゃったね。ライン取りましょうか。じゃあ手榴弾投擲。強っ。作
戦は失敗だ。本部に帰る。強いっすね。まさかの AKS ボッコ部屋に入ってしまう。強。マジか。ナイス。おお。し。さあ、うちのトップエースですね。一番に侵入したが C4 を持っていない。酔いますね。これは慣れてないと酔いますね。しっかり C4 を持ち、残り18、ストレートに行けば間に合いますね。間に合うが、あったー、いたー。作戦は失敗だ。本部に帰還せよ。あー、 AKS のいいとこ見せられねえ。それではご視聴ありがとうございました。